ちょうどね、機会がありまして、ウルトラマン、シン・ウルトラマンを、見てまいりました。もう、これはもう僕の評論っていうのは何か、評価、客観的評価っていうような、目論見があるじゃないですか。で、そういう感じになれないですよね。だって、ウルトラ Q、ウルトラマンで育ったんだからね。僕なんかはね。5歳とか、6歳とか、そういう年齢で、世界とはこういうところだっていうことを見るわけですもんね。だから、評論のしようがない。ある意味、まあ、この世の世界というのは全部相対的だと言いつつ、その中で本当残り少ないというか、本当にいくつかある絶対的なものを見せられてるわけ。比較対象がないもんね。ウルトラ Q、ウルトラマンっていうものをバーンと一番初めに刷り込まれた、人間たちにとっては。だから、かえって、その後で衝撃を受けた、首ったけになった宇宙戦艦ヤマトとかさ、あるいは、海外から来た、いわゆるスタートレック、宇宙大作戦とか、あるいはアニメのサイボーグ00、それこそね、サイボーグ009とか、そういうものも、ウルトラ Q、ウルトラマン、が作り上げた、なんか感激がいっぱいあるっていうかね、トンネルの中で反響音がしてるような、どう言ったらいいんでしょう。ある種の空間を持て余してるような、未来感っていうか、世界観っていうか、そういうものを埋めていってる、逆に埋めていってるような、物語に見えるわけ。もちろん僕にとってすごい大きな影響を与えたのはサイボーグ009だったり、幻魔大戦だったり、いわゆる石ノ森章太郎版のね、そういうものなんですけど、あるいは水木しげるの、鬼太郎とかカッパの三平みたいなもんなんですけど、これはもう好きだったっていうことが明確になっていて、ウルトラ Q、ウルトラマン、その一連の、流れ、っていうのはもっと規定的なもんなんですよね。僕みたいな人間にとっては規定的なもの。だからそれに対して一般的評論というのができないんだよ。だって世界ってこういうもんだよってそこで教えられてしまったからね。だから何やろ。山があったらそれがガーッと割れて中からなんかすごい未来型の宇宙船とか、ジェット戦闘機みたいなもんが出てくるみたいなね。で、その大元になったのはね、いろんな人が YouTube で、いろんな資料を見せてくれてて、サンダーバードだ。サンダーバードも同じ時期に見てるんだよね。ガーッと山が割れて、中にメカニックなもの、本体。だから、まだ自然だと思ってたものが、実は中にものすごい解剖図鑑で解剖された中は機械だったみたいな。そういう、いわば世界観っていうのはもう規定にあるもので、評価の、なんて言うんでしょうか。俎上に上らない。で、それは、ありますね。だから、そこを残してくれてるっていうか、逆に。作り手。直接的には、庵野さんのある種の世界観なのかもし、知れないですけど、一言でそれを言うと、伝わるかどうかわからないんですけど、持て余してる空間ですよね。空間を持て余してる感じ。ガランとした空間を持て余して、なんで持て余してるかっていうと、均質の空間だからですよね、もはや。昭和35年生まれですけど、僕は。だから、昭和40年、42年とか、
そういう時になると、まだまだ、ようやく日本が戦争というものの傷跡を完全に埋めて、あたかも戦争がなかったかのように、これがまた日本の面白いところに、戦争がなかったかのように、終戦反戦がなかったかのように、そこにビルが隙間なく作られていく。建物が隙間なく作られていく。隙間なく作られていくと、そこには四角形の、この部屋だって四角形ですけど、四角形の空間っていうものが、もう自分を取り囲むわけね。そうすると、山とか森とか竹林でもいいよ。そういうところで座ってる人は、空間の中に生命が満ちてるでしょう。それがランダムに切り取られたりするでしょう。で、その中で自分が入っていくもんだから、ある一体感があるんだよね。ところが、自分はそんな真四角の体してるわけないでしょ、こういうふうに。なんていうの、折れ曲がったり、腕だって均質じゃないよね、ここからぐーっと僕だってここ膨らんでるし、ここはへこんでるし、ね、手のひらだってシワがあるし、ここはへこんでるし。そういう、いびつな曲線で満ちたものが全体になると一つのまとまりシェイプを作っていって一つの味わいがある。だからそのゴッホなんかはそれ、ただ農夫の、農民の何十年と履かれたみそばらしい靴を一つ描くことによって、そこに圧倒的な存在感っていうのを作るわけですよね。ところが、この30年、まあ、40年前後にどん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 均質の空間が作られることによって、多分無意識的なもん、もうこれはもう僕のもう完全な自己分析ですよ。これが人に、共有できるかどうか、まあ、共有できるかどうかにあんまり関心がなくて、でも共有できてたら嬉しいですけどもちろん。それは、持て余している空間っていうふうに僕は呼んでるんですね。でその中ではある響き、声の響きっていうものが、ここでも響いてますけど、この声の響きっていうものがその中にあって、それだけが自分に反響として返ってきて、それが自分を癒すみたいな。この、敗戦でぐしゃぐしゃになった、大地、それから、遠いところ。まあ、遠いところって言っても何百メートル、500メートル以内にはある竹やぶとか雑木林とか、そういうもののアンバランスさ。そういうものの中で持て余してしまう、反響音のある薄暗い、半分薄暗い空間性、冷たい、ヒヤッとした空間性。そういうものっていうものが、やっぱりウルトラ Q、ウルトラマン特に、ウルトラマンの中には、ウルトラ Q の中にも、あったんだよね。なんで、これ、僕、どっちも言い、間違えてるかっていうと、ウルトラ Q っていうのは、白黒やったんですよ。僕の経験の中では。白黒テレビしかなかったからね、モノトーンテレビしかその頃なかった。でそれが、ウルトラマンになると、忽然とカラーになって、そのカラーのウルトラマンっていうのは、赤と銀なんだよね。白い赤と銀ですよ。まるで水銀を体に、塗ってそこに血管が浮き出てるような、まあ、ちょっとグロデスクな表現になっちゃいますけど、赤と銀ですよ。そういう、巨大な巨神が、ぬーというか、ぬーという感じで現れるんですよ。これがウルトラセブンになると完全に格闘のための体になってくるんですよ。だからこう、ジュワッチっていう感じじゃなくて、ダーとかっていうような声になるんでね。だから、実はウルトラセブンとウルトラマンとの間に質的な差異っていうのはめちゃくちゃあって、僕の感覚の中ではですよ。ウルトラマンっていうのはあたかも、金属でできたような体なんだけど、それがいつでも変形するような、あるヌラノとした生めかしい。生めかしいんだけど、自分とは異質の、水銀ですよね。水銀っていうのは、体に入れると死んじゃうでしょ？うん。でも、水銀っていうのはすごく魅力的なもんだったわけ。古代では。だっていうのは、朱色を塗るときも水銀を使うし。それだけじゃなくて、ある意味で昔、トランス状態に入るときには水銀を使った。つまり、神様との交合をするために水銀を使ったっていう説もあるね。
でもそれで命を落とす人もいる。聖なるものと合体するために水銀を取ることによって命を落とす。でもそれでも自分自身の意識の変容の中で、ある一瞬の一体感、全体感、あるいは深い宗教的体験を得たいために水銀を使うみたいな。水銀というのは我々にとっては境界線を表していて、そこから飛躍するものを表している。まあ大げさに言うとね。でも水銀のを取れる部分には金も取れて、そしてそこは聖地と呼ばれて、そこは神の場所であると。神の場所っていうのは憧れると同時に、自分自身、のふるさとっていうか本当のふるさと、人間となって切り離されたけども、その前の一体であった頃のふるさとでも、そういうのが聖地。聖地には水銀があり、金が取れる。ウルトラマンの体は、その水銀のような銀色をした肉体に血が通っている。つまり、まさに、水銀と我々との関係を表している。我々の血の中に水銀が入ってくると死ぬんだけど、死なないで巨大化して、そして、ウルトラマンになっているような。これは全部僕の妄想ですよ。でも、そういうね、生めかしいんだけども、毒をはらんだ、圧倒的な巨人。それが正義のものである。なんで正義のものになったかっていうと、生身の人間と合体したからですよね。でもその人間は一旦合体 した、水銀の巨人と合体 した、いわゆるウルトラマンの前は、この、作品の中では何とかっていう、リリアス違うわ。ごめんなさい。なんか可愛い妖精みたいな名前になってる。その彼と合体したんだっていうことは、まあ彼がね、ぶつかってきて、圧倒的な火球になってぶつかってきて、それで命を落とすところだった。つまりは合体すること、それを逆手に取ると、合体する代わりに自分の命はもう二度と分離できなくなった。ゾーフィーが来るまでね、ゾーフィーというかゾーフィーというか、その合わせ鏡みたいな存在が、後に現れますけど、でも基本的には合体するっていうのはのっぴきならない自分の命を失うようなものであると。そういうイメージが全部重なっている。そういう意味で、これを意識的にやったんだったらつまらないが、おそらくは無意識的にその空間性、取り込まれることのない、持て余す空間性っていうものを、ちゃんと守っている。うん。もっといっぱい詰め込んでもよかったんだけど、これも引いて、あれも引いて、さっ引いていって、さっ引いて、さっ引いていくと、例えば、ウルトラマンが、こういう形でピューッと飛んで、ね、それって明らかにプラスチックかなんかで胃が当たり作った、昔はね、明らかに人形なんですよ。人形が多分ピアノ線かなんかでピューッと、こう、ピアノ線が行ってて上からキューッと引っ張るかなんかこうやるか。うん。だから、例えば、マーベルなんかが、描くような、様々な空中を飛んでいく、まあ、スーパーマンは、マーベルじゃないけど、様々な、例えば、キャプテン・マーベルなんて空中飛ぶし、それ以外でも、それこそ、ソーなんかも、あるシチュエーションで飛べるしね、そういう変幻自在に飛んでいく、あるいは重力とか、その、ヒーローのパフォーマンスを高めるような自由自在な飛び方じゃないねんね。明らかにピアノ線で直線にしかピアノ。そういうのって、今の技術と相反していて、もっと自然な飛び方も当然できるんだけど、あえて、あの飛び方を絶対的に残すっていうね、そのセンスの、まあ、良さというか、そのセンスがいいっていうのはいろんなものを選んでそうなるっていうような、そういうことじゃないんだよね。呪縛ですよね、これは。呪詛、呪縛によって今のテクノロジーを使わない。どっかブラッシュアップされてるんだけども、基本的にそういう不自由さ、ある種の空間をコントロールするところに生じる不自由さ、
で、もっと言うたら戦後間もない、その当時はすごかったんですよ。その当時はすごいんですよ。円谷はじめやったことは全部世界で初めのことばっかりだっていうしね。でも今から見るとどっか貧乏臭さ、その貧乏臭いっていうことがあまりにも衝撃的であれば、つまりが不器用さ、その当時の事実なんだから。でもそれをあえて残す意味というものをなんか考えさせられましたね。すごく。で、それはいろんな、例えば核特捜隊なんかっていうのも本部がなくて、いつも曲がりしてんねんね。で、核特捜隊本部っていうのは実際にあるんですよね。ウルトラ警備隊っていうのもその後出てくるんだけど、セブンの時にね。それはね、ボタンとかスイッチに満たされてるんだけど、でもなんかどっか、今から見るとどっか空間が寂しいんね。で、それを今に表現するとなると、本部っていらない。本部を作るとやっぱりどうしても、ね、それこそ松本零士、さんあたりなんか出てきた、そのメカを描いたら、まあ、すごいよね。暗闇の中にメカの光が浮き立ってるような空間を、銀河鉄道999とかで描いちゃうわけやから、ああいうものが出てきたから、本部なんかを作ると、そういう世界になっちゃう。ところが、曲がりしてねえね。ほんとまるでなんか、なんでしょう。みんながバイトできましたみたいな。あるいは、派遣できた人が、いや、そこで机使っといて、いや、これ差別発言じゃないんですよ。そうじゃなくて、派遣だとその会社は会社だと思うのかな。でもなんか、出向してきて、また、出ていきますと。前の人もなんだあいつらみたいな目して見てて。ここの机作って、使ってくださいって言われてるもんやから、全体との整合性が全然ない。アンバランスなところでやって。そのあたりでやっぱり空間の、いびつ性というか、持て余してる空間性っていうのは多少なりとも残っていて。それがずっとなんか、続く。そういうところに、すごいこう惹かれちゃうんですよね、どうしてもね。まあそんなことがあったり、あとガボラだったっけ、あの僕は何と言ってもジラスが大好きやったけど、ジラスは瞬間にしか出てこない、やっぱりこういう扱いかとか思ってね。いや、そういう扱いだからいいんですよ。扱いだからいいんですよ。だってあまりにもかっこいいでしょ、ジラスを。だって、もともとはゴジラなんだからね。しかも、すごいかっこいい。非常にこの、金星が取れてる。そういう怪獣は使わない。ガモラとか、ガモラなんかわーっと口を開けたら、ちゃんと、口の中のその、食道の部分なんかなくて、やっぱりその、ウランとか、あるいは電気とかなんかそういうもので、食らってる。っていう感じで。じゃあ何のためにあんな口してるんやっていうのがすごく異物で、それちゃんと表現されてましたよね。だって、上顎の全体にこの歯みたいななんか突起物があるんだもんね。上顎の全体に。そういうあたりも非常に、特殊な身体を持ってるものが出てきて、もうそのザラブ星人と思われるような、ザラブなんてもうね、ペラペラでこっち側だけしかないっていうね。その身体性のかけらもないような、そういうような存在としてなんか、描かれていたりして、まあどこまでもトラウマティックっていうか。で、そういうことが一つあったのと、もう一つは、ウルトラマンという、得意な存在、それが非常に得意であるっていうことがどん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 この醸し出されてくるというか、ある種ウルトラマンが異常な存在なんですよね、宇宙的な常識としては。なぜならば、人間を愛してしまうと。でもなんで愛してるのか最後までよく、あんまりよくわからないんですけど、まあ要するに、光の星、それからメフィラス星人にしても圧倒的な自己完結性をある種持ってる。ところが彼らがある目的に
のっとって動くっていうのは、自己完結性がある以上に掟っていうのがあるんですよね、ルール。その中でその自分の星を強大にしようとか、自分の中も強大にしていって、その戦いに勝つっていう、ここら辺非常にこの20世紀的な、こういう言い方したら怒られるかもしれないけど、ある種の凡庸な、でも凡庸性ってすごい大事ですからね。そんな何でもかんでもとんがってたらわけわからへんようになってくるわけやから、非常に通俗的な、宇宙でもやっぱり戦争してるっていうか覇権争いしてるっていうか、非常に退屈な、人間からの延長線でしかない宇宙っていうようなとこをことさらに出すねんね。これなんかも、松本零士の修正のテーマで、どこまで行っても宇宙人はいなかった。宇宙生命はあるけど、非常に原始的な、劣った生命体で、人間に匹敵するような宇宙人はいなくて、どこまで行っても人間は孤独なんだ。宇宙の果てまで行く、あるいはメフィラスとか光の国から、そういう光の国の重鎮である、ゾーフィーみたいな人間が、高等な生命が来て、人間よりもずっと高等なんだけど、やってることは勢力争いやってるっていうね、戦争やってるって。兵器で人間を使うっていう、この凡庸さね。これが、凄まじい孤独を僕たちに生みますよね。行き詰まりなんだと。宇宙自体が行き詰まってる。行き詰まってるんやっていう、この圧倒的な挫折感というか、倦怠感というか、この宇宙は倦怠してるっていう、そういうことにつながってるような感覚が出てくる。でも彼らはすごい進化をしていって、自己完結できるんですね。圧倒的な能力も、それこそ量子コンピューターのレベルの能力を自分の身体の中に、その自己の中におそらくは持っていて、判断力も優れているし、何よりも破壊力とか想像力、パッと作ってしまうぐらいの、何でもね、そういうようなものを持っているにもかかわらず、彼らは組織、集団の掟に絶対的に服従しているっていう、この怖さね。で、その中でウルトラマンがなぜかその弱いから群れる。群れている、群れて生きている、非常に脆弱な、取るに足らない。例えた言い方で言うと、僕は虫は大好きやし、虫を尊敬してるけど、例えて言うと虫けらのような。そういう人間に触れたときに、ファーストコンタクトのときに人間が人間を救う。自分の身を挺して子供を救おうとした主人公の人間に圧倒的な興味を持ってしまうというね。これがものすごく面白くて。で、今日そういう形で、じゃあそういうところに遭遇したらゾーフィーだってメフィラスだってそこで興味を持ったのかって言ったら、あんまり興味を持たないようにも、いや、感覚的にですよ。ウルトラマンも初めからそういう圧倒的劣等な、群れて生きるしかない弱々しい人間が、その群れて生きるっていう時に、生殖能力、子供を作る能力、つまり、哺乳類としての自己犠牲ですよね。親が子供に持つような自己犠牲的な能力、それを愛と名付けた。その愛に感動する。でも普通感動しないんだよね。という感じがするんですよ。感動したウルトラマンっていうのは超変わってるんですよね。超変わってるんやと思うんですね。おそらくそれを同じ光の国の住民、まあゾーフィーだってそうや。それが見ると、気持ち悪っていうかね。ね。で、まあ、僕は爬虫類なんかも美しいなと感じたりするんですけど、星の王子様なんかを見ても、ね、ある爬虫類が出てきますけど、そのシーンなんていうのは、恐れと同時に美しさすら感じるんですけど、でも、ね、人によったら、蛇を首に巻いて綺麗でしょってスリスリとかしてたら、うわ、気持ち悪いとかね。ましてや、虫なんかを、もう一日中見てたりする人
を見たら、ある人にとってはもう信じられないとかね、雲とかを見て、わあ、美しいなって思ったら、わあ、もうこの人絶対なんか変質者だと思って、なんかそういう生理的な嫌悪っていうものを人間は持つでしょう。それを差別心やって言われたらそれまでなんだけども、生理的と言われるまでの嫌悪感はある瞬間に持ったりするじゃないですか。それぐらいの存在じゃないかと。他の住人、他の同種族から見ると気持ち悪いって言われるぐらいのある種の変人性、変態性を持ってるパーソナリティをウルトラマンが持っていたというような感覚がしてくるんですよね。すごく面白いよね。だからその過当な人類の持っている自己規制的精神にすごいこう感情移入した。で、これ何も馬鹿にしてるわけじゃなくて、僕も人類の端くれですから、その親がこう思うという本能というものを解放された時の自己規制的な精神っていうものが、真理というものに肉薄していくんじゃないかっていうね、そういうことを僕も、それ人類の端くれですからそう信じたいわけですし、そう実感するわけですけど、あの物語の中ではその自己規制の精神というもの、集団の中で生きていくしかない脆弱な人間だからこそ用いた自己犠牲というある種の崇高な、あるいは得意な性質に激しく感情移入して自分の命も与えようとするウルトラマンというこの変態性というか変人性、奇人変人性というものを奇人変人として描きつつ同時に美しい物語として描くっていう、そういう両立にすごく成功しているところに、すごいエロティックな、エロス、エロティックな萌えというかね、うん、燃えてしまう要素を感じたのでした。なかなかとなりましたけど、まあ、パッと数日前に見た感想をここに挙げておきます。なかなかとすみません。名越康文 TV シークレットトークよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいなこういう感じの記憶を実はやりたいな。Can't buy